今日は二本松市由比にある丸中ファームからお伝えしています。今月6日からスタートしたいちご総選挙2024でダントツ1位の人気を誇る品種、佐々木さん何でしょうか。はい、夕焼けベリーです。夕焼けベリ ー皆さんも最近耳にすること多くなってきたかと思います。夕焼けベリーは福島県が10年の歳月をかけて開発したいちごの品種なんです。とても珍しいいちごということで、私も食べてみたいと思います。こちらピカピカに輝いてます。いただきます。甘い、とても甘いです。すごい甘さです。この夕焼けベリーなんですが、県内では80個の農家でしか栽培していないということで、とても貴重な品種なんです。道の駅などで販売してもすぐに売り切れてしまうんだそうです。ですが、ここ丸中ファームではいくらでも食べられます。ここ丸中ファームでは食べ放題ですので、皆さん夕焼けベリー思う存分楽しめます。僕に合わない。そして夕焼けベリーをふんだんに使ったスイーツ、なんとあるんですよね。代表のゆささんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆささん、今日はどのようなスイーツご用意いただいたんでしょうか。はい、夕焼けベリーを使ったですね、はい、大福、あ、それとロールケーキ、あー、はい、美味しそうですね。これは素敵じゃないでしょうか。すごい、夕焼けベリーを使ったスイーツということで、早速食べてみてもよろしいですか。はい、どうぞ食べてください。ありがとうございます。この大福をいただきたいと思います。いただきます。いちご大福ちゃん、どうしようこれ。あんことお餅、確かに美味しい、本当に美味しいんですけれども、その味に負けていない夕焼けベリーの濃い味が本当に甘くて美味しいです。